仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、社員が育たない原因になる社長のリーダーシップの間違いについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。仕組み経営では、はい、いろんなテーマがある中で、太いテーマっていうのもあって、はい、結構ですね、この社長のリーダーシップっていうテーマって、いろんな角度からあると思うんですよね。結構取り扱うことが多くて。はい、で、今日はね、ちょっと違うテーマになりますけれども、そのリーダーシップ、社長のね、その性格上、9つに分かれるというような、9種類のリーダーシップパターンとかっていうところから、はい、良い面、改善面っていうのを考えて、改善していくところを抑えるっていう話もあるんですけれども、はい、今日はですね、社員が育たない原因になる社長のリーダーシップ、それの間違いというテーマで、はい、なんか階層によって違うというね、お話をあると思うんですけれども、はい、その件について、どういう間違いがあるのか、どういう観点に直した方がいいのかっていうところを清水さんが今日はお話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、なんか社員が育たないっていうのは結構、ね、多くの社長が悩まれているところだと思うんですけども、はい、この仕組み経営の考え方では、原則的な話をすると、その本人が悪いんじゃなくて、はい、あくまでもそのオーナーというか社長が、その人たちが育つ仕組みとか環境を作っていないっていうふうにまずは考えないといけない。そうですね。ということですね。はい。はい、まずこういう原則で、はい、中でも社長のこのリーダーシップの取り方っていうのがやっぱり大きく影響してくるっていうことをまず認めないと、やっぱり人って育たないっていうことがまず大前提としてあります。うん、そうですね。見たくない現実も見ると、はい、社長は自ら素直に見ると。はい、そうですよね。はい。それで自分自身の行動とか言動がいかにこう社員の人に影響を与えているかっていうのを意外と、ね、多くの社長気づいてないんですよね。だからそこをまず認識しないといけないんですけども、はい、それが会社の成長ステージによってちょっと変えていく必要があるっていうことなんですけど、はい、でその会社の成長ステージは僕らがバイブルにしている初めの一歩を増やそうっていう、いつもご紹介している本があるんですけども、その中で幼少期、青年期、成熟期という、うん、幼少期、青年期、成熟期の3つのステージということですね。そうですね。はい、でまず幼少期に関しては、リーダーの、その、なんていうか、リーダーシップのあり方っていうのは、もう自分がやっぱり旗振り役になって、はい、自分がこう最前線で働くということが、これやっぱり必要なんですよね。はい、一応僕らの仕組み経営で社長不在でも成長する会社作りましょうって言ってますけど、やっぱり幼少期は全部そういう人はいないので、周りに、ね、社員がいないので自分でやらないし、で自分のこう働く姿を持ってやっぱり仕事のやり方とかっていうのを伝えていかないといけない。リーダーが率先してやると、はい、でその姿を社員に見せて、それと同じようにできるようにしてあげるということが必要になってくる。はい、幼少期というのは、ね、起業したてのよちよちな会社で、はい、社員も少ないわけですよね。数人とか。そうですね。はい、数人と。うん、でもちろん社長も一生懸命働いているという状況。はい。はい、そこからだんだん売り上げ立ってきて、はい、人が増えてくると青年期になってくるというので、青年期はちょっと定義って難しいんですけども、大体10人ぐらいになってくると青年期に入る。あ、そのぐらいなんですね。はい。で、こうなってくると、社長がね、今まで通り現場で働いていると、はい、よろしくない状況になってきてですね、今度は社長の仕事っていうのは、社員に対してこうアドバイスをしたりとか、なんか教えたりとかサポートしたりするっていう、そういう役割になってくる。ここの切り替えがなかなか難しいと思いますけどね。そうですね、はい、うん、ここで今まで通り働いていると、要は社員の仕事を社長が奪って、はい、仕事しちゃうっていうですね、そういうパターンが。で、それ社員が経験を積むチャンスっていうのがなくなるので、はい、社員が育たないということが起こりがちだということですね。どうしてもね、自分でやった方が早いので、社長の場合には、社員に任せるよりか、優秀だからですね。ここの時のリーダーシップの取り方、はい、切り替えっていうのは、どんなイメージで持てばいいんですか？
切り替え方ですか？社員に、仕事を任せて、はい、そこに対してアドバイスをしたり、サポートをするという。あ、一歩下がったリーダーシップってことですかね。そうですね。あ、すごい、忍耐力が必要なリーダーシップってやつですか。あ、そうそうそう、はい。これも当たり前なんですけど、意外とできないですね、これが。これね、なかなか、本当意図してやんないと、できないと思いますよ。はい、そうですよね。仕事を奪っちゃいますからね。うん、だって自分が一番うまい、上手だし、効率的だし、はい、やれば一番早いから、そうそうそう。うん、それをこう、我慢して、あえてこう任せるっていうようなリーダーシップを取らないと、はい、そうですね、うん。なかなか難しいと思いますよね。そうですね。うん、これ、大体よくありがちなのが、一回やらせてみて、はい、成果物が大したことなくて、はい、あ、これはもう自分やった方が早いなっていうことで、そうそうそう、その人別の仕事にやってがって、はい、自分やっぱその仕事やるみたいな。ありがちですね。だから、なんか、いい社員がいねえな、みたいな。社員が育たねえな、みたいなのもありますけど、はい、それ社員じゃなくて、仕組みでしょって話っていうことですよね。はい、そうですね、はい。うん。で、これが青年期で、次、成熟期、まあ、これもちょっとね、どれくらいの規模から成熟期かって難しいんですけども、はい、まあ、目安としては中間管理職ができるぐらいのイメージですかね、うん、まあ、階層ができるってことですかね。はい、うん、そうですね。で、こうなってくると、組織の状況がちょっと変わってきまして、はい、場合によっては社長よりも、その分野に関しては優秀な人たちが入ってくる。うん、まあ、例えば財務に関しては、ね、そっち系の会社にいたから詳しい人が入ってきたりとか、はい、営業に関しても社長よりも売れる営業の人が入ってきたりとかする、ね、で、こうなってくると、次の社長のステージとしては、はい、彼らにアドバイスをしたりとか仕事のやり方を押し付けるというふうになってくると、うん、彼らはその窮屈さを感じ始めるので、はい、会社に居づらくなるということで、うん、また育たなくなるっていうことですね。確かに。はい。なので、こういう質問ってくるのが、要は対話型っていうことで、まあ、彼らの意見も聞き、はい、こっちの意見も言うっていうことで、こう対話を、うん、繰り返して、その仕事を進めていくというやり方。うんうん、青年期は、どっちかというと社長がアドバイスをして育てるんですけども、うん、成熟期はどっちかというと社員の人と対等な立場になって、はい、対話を繰り返して仕事を進めていくというコース、うん、優先になっていく。そうですね。そういうことになると各分野、財務、営業、まあ、マーケティング、開発とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、各分野で社長よりもその分野に関しては、うん、詳しいというかプロの人が出てくるので、はい、まあ、彼らの力を使って組織の運営ができるようになってくると、うん、いうことですね。うん、で、これが成熟期のステージだと、うん。結構あれですよね。そういう切り替えができない社長で、まあ、事例として聞いたことがあるのは、はいはい、社員さんとか、その外部から来た人と競っちゃうっていう社長。はい、ああ、なるほど、うん。俺の方ができるよっていうようなものを見せたくて競っちゃう社長さんっていうのが、結構やっぱいらっしゃって、はい、うん、それでも仕組みは作りたいんだけど周りがついてこないとか、はい、それこそこの社員が育たない原因になるっていうのはまさにその社長の考え方、はい、そうですね、っていう方がいらっしゃいますよね。ヒーロー思考が強いとそうなっちゃうんだね、やっぱり。あー、ヒーロー思考ですかね、はい、うん、それはだから幼少期のままリーダーシップのまま成熟期になっちゃう会社だけ。あ、そういうことですよね、はい、うん、ということなので、うん、まあ、よく日本だと社長の器以上に組織が大きくならないと言ってますけれども、はい、組織を大きくすると同時に社長の、要は器ですよね。うん、その社員と競っちゃう、要は器がこう小さいところなんで、うん、はい、その器を広げていく必要があるから。そうですね。結果的にその社長の器がそういう状況ならば、はい、時流によってビジネスが大きくなっていったとしても、はい、あるタイミングになると、その時流が、流れが変わって、潮目が変わって、また幼少期から青年期になって幼少期に戻ってしまうっていうのは結構あると思うんですけど、はい、あ、そうですね。それこそそのね、先ほど今おっしゃった社長の器であるし、社長のリーダーシップの取り方によって変わってくるんですかね、はい、うん、うん、そういうふうに今日は3つのステージを紹介しましたけれども、はい、まあ、いつまでも自分が現場にいるという状態でやってると社員は育たないというのが、まあ、青年期で、
いつまでも自分が、すべてにおいてナンバーワンだと思っていると、社員が育てられるが、こう、成熟期ということですね。はい。それにちょっと発想の転換をしていただくと、いいのかなと思いますね。はい。これでも、タイミングとかはやっぱ難しいですよね。本当に自分が学んでて、こういうタイミングだったら、こういうふうにリーダーシップ、マネジメントのあり方を切り替えようとかって、はい。やっぱ理解して分かった上でやらないとできないじゃないですか。ああ、そうですね。うん。多分無意識のままだと無意識の自分の今までのやり方でそのままやっちゃうので。どの場面で前に出て、どの場面で後ろに下がるかっていう、そこのさじ加減は大切ですよね。はい。社長は。なんか結構性格依存のところもあるような気がしますけどね。はい、頭では分かってるんだけど、俺はちょっとできねえなみたいな。まあ、いますからね、社長。はい、まあただ、そうやって言うと、いつまでも自分にストレスがかかるので、うん、どっかのタイミングで解決もあるからですね。うん、まあ、それこそね、社長はね、自分の器をいかに広げるか、自分の杭をいかに広げるかっていうのを、はい、まあ、学んで、実践してみてっていうことをやるっていうのが一番ですかね。はい、そうですね。はい、うんうん、まあ、それをこう仕組み経営で学んでいただければなというふうにも思います。はい、そうですね。まあ、仕組み経営やっていくとね、自然とそういうスタイルっていうのは身についていくと思いますので。うん、はい、仕組み経営の場合は、この今のね、その社長のリーダーシップの間違い一つを取ったものではなくて、いろんな角度からいろんなその起業家教育っていうのはありますので、はいはい、何が正しいあり方なのか、正しい正しくないではなくて、何が最適な、はい、あり方なのかっていうのを学べるっていうのはね、やっぱありますので。そうですね。うん、まあ、継続して学んでいただければなというふうに思います。はい。はい。ありがとうございます。それでは、仕組み系ポッドキャスト、社員が育たない原因になる社長のリーダーシップの間違いをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。